国際サッカー連盟は日本サッカー協会 JFA の宮本常康会長へのインタビューを掲載ダブルコート異例のキャリアに注目してワールドカップ W 杯優勝までの道筋を語っている3月にこれまで専務理事を務めていた宮本氏が第15代会長に就任することが正式に決定日本代表として2度の W 杯を経験 さらに元 J リーガーとしての JFA 会長は史上初となった。47歳の宮本新会長は現役時代にガンバ大阪やザルツブルク、オーストリア、ビッセル神戸でプレー日本代表として国際 A マッチ71試合3得点をマークし、W 杯には2002年の日韓大会、6年のドイツ大会に出場し、キャプテンも務めた。FIFA は宮本会長について、 ほとんどの元選手がフィールド上で引退した後、コーチや放送の世界に進むことを選ぶ中、宮本のキャリアの歩みは異例だ、と伝えた。ガンバ大阪では監督として残留争いの課中だったチームを救ったり、J1 で2位の成績も残した。フィールド上の監督としての成功にもかかわらず、 宮本は日本サッカー協会の一員として日本サッカーに最も大きな影響を与えるだろうと感じずにはいられなかったし、彼が引き受けると感じていたポジションだった、と、指導者からの転身に驚きつつも、協会のトップとして期待を寄せた。宮本会長もタイバン国で行われたインタビューで流暢な英語を披露して、長期的な目標はサッカー界の意思決定者になること。 プロとしてのキャリアを終えた後の私の目標だった、と将来を見据えていたことを明かした。宮本会長の新たな挑戦に FIFA も大きな関心を寄せているようだ。